えー、33歳男です。不細クなことが辛いです。モてないのは仕方ないと納得できるんですが、それ以外で雑に扱われる場面が多々あるのがどうしても納得できません。これがこの先50年くらい続くと思うと割としんどいです。今すぐ死ぬ以外に孤独しみから逃れる方法は何のではないかと感じます。楽になるヒントをいただけないでしょうか。えっと、33ぐらいだとそろそろだと思うんですけど、あの、右霊にして清潔感があって結婚してなくて痩せてるだけでモテるようになるんですよ。あの、顔の造形 で割とそのイケメンな人ってどんどん結婚しちゃうのでそうするとあの痩せててまともな仕事をしているっていうだけであのランキング上がるんですよ。要はそのあのじゃあ小学校の時の同級生40人でそのなんか20人が男性で20人が女性だとしました。でそのなんか20人の中でじゃあ17位ぐらいだったとしてそのトップ123のモテる子たちっていうのはもうなんか高校とか大学とかでもう彼女ができて。で 社会人になったら結婚します。っていうので、まず社会人になった途端に20人のうち5人ぐらい結婚するんですよで、そうするとあの15人になるので、自分の順位が謎の55人分上がるんですよね。なので17位だった子が12人になるんですよ。 で、三十その、あの、社会人を5年ぐらいやっとくと、中継27歳とかになると、割とそれなりにこう、会社の中で管理職になったりとか、お金に余裕ができたりして、また結婚する人が出てくるんですよ。で、そこでまた5人ぐらい抜けますと。で、そこでもう10人減ってるので、そうすると、今度はもう、実はその、トップ10に入ってるんですよ。 トップ10といっては、ま、10人のうちの7番目なんですけど、とはいえトップ10に入ってるんですよ。なので、だいたいね、20後半までになると、実はトップ10に入っていて、で、30過ぎると、女性の方が、あの、結婚した意欲がめっちゃ強くなったりするんですよ。あ要はその子供を産みたいと思ってる人の場合って、35までには結婚して子供を産まなきゃいけないよねっていうのは、その高齢出産になると。 あの何かと大変なので。っていうのがあったりするので。で、なので、ハゲてないとか、ちゃんと働いてるとか、で、それ、なんか、それな、その、なんか、あの、その、清潔感のある服装をしてるとかっていうだけで、そのトップ7だったのが、トップ3ぐらいまで上がったりするんですよね。要は他の人がハゲたりなんだったりで、どんどん勝手に脱落していくので。なので、その、なんか、顔の造形って、実は男性が30過ぎると、そんなに重要ではないんですよ。なので、あの、まともな会社で働いてるブサイクとかも平気で結婚してたりするので。 あの死んだ魚をしてる性格の悪いデブなおっさんがなんか最近あの声優の人になんか好かれてるっていうのを聞いて僕はびっくりしたんですけど、まあ、そんな感じでブサイクでもなんとかなるらしいですよ。